い、どうもピヨキングです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコースザ・グレートスノーパトロールということで、巨大な雪のパトロールということでしょうか。まあサムネを見る感じですね、雪ステージなんで、この雪ステージをパトロールしろと、そういうことだと思うんですよ。そんくらい任せてくださいよ。僕は大型二輪免許を持ち、普通自動車免許も持っています。なんでパトカーもしくは白バイに乗ってこのコースをパトロールしていきたいと思います。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.91%。 今日もピヨキング警察は平和を守るためにパトロールを行うのであった。今日は犯罪に手を染める者はいないか。いたな、うなぎパイみたいな顔しやがって。逮捕してやるぜ。まず一人確保。開幕ガリガリくぅ。なるほどな、ただでは捕まらないと、そういうことを言いたいんだろう、うなぎパイよ。後ろのとんがりコーンも仲間だろう。逮捕だ。ナイスバネ。今日はバネ味方してくれるんだよ。今日はバネフューチャリングピオキングの誕生かもしんない。この B スイッチ怪しいな。一旦右行ってみる、押さないで。そしたら、それじゃあこの B スイッチを押して左の土管に入れっていう感じかな。それはうますぎ。それじゃあこの P スイッチを叩いてすぐこの砲台の上に乗る。そしたらなんか左上にね、ずっと P スイッチが生まれてるんだよね。それでここ恋になんないからさ、 P スイッチ押したらダメだったんかな。それじゃあここは P スイッチを踏まないで左側に来る。そしたらなんかね、今パウオフかなんか変わったよね。なるほど、ゴム兵が降ってくるっていうわけね。それじゃあ進んでいきますか。ここは右、絶対砲台近づいてくるよ。ほらね、そんくらいお見通しなんだよ。はい、それじゃあここは砲台から出るキノコをもらって、あの右上に行けっちゅう感じしたね。あー、キノコ出てきました。多分これで行けるんじゃないんすか。あ、ほら行きたっしょ。まあこんなもんなんすよ。で、ここもさっきと一緒っすね。多分なんか罠変わってると思うんすよ。どうせ大体そういう感じなんすよ、トロールコースって。ほら入れんし。それじゃあここは右のクリームを踏んでこの右上に行ったらいけなかったっていうことだね。あ、ここにドアがあるのか。なるほどね。っていうことはもうさっきと違う場所なんだろうね、ここは。焦ったよ、めっちゃ焦った。ここはオンオフして扉に入るか土管に入るか、僕は土管の方に行ってみたいと思います。頼む、土管あってて。なんでよ。せめて死にたいキュンとか用意しといてくれよ。僕のオアシスはどこ。もう次こそ右の中間ポイント取れると思います。こっから何もしないで裏にキノコが隠れてんだろ、この直進野郎が。そういえばね、ライブとかでもそうなんだけど、僕たまにね、ツイッターで視聴者さんの方とお話しする機会っていうのをね、作ったりするんですよ。で、そん時によく言われるのがさ、ピョキングさん本人ですかみたいな。もちろん僕はさ、本人ですよって言うわけなんですけど、なんか全然動画の雰囲気と違うんですけどみたいな。そんなんがめっちゃ多くて、そん時にね、この唇植物がって言ったら大体みんな信用してくれるっていう話。まあ無事中間ポイントが取れました。すいませんね、しょうもない話をしてしまって。さあどんどん進んでいきますか。ここは四角の枠があるな、なんかあるのか。ナイス、タウン様待ってました。タウン様魚飼ってんのか、言ってくれよ。魚飼ってるとか知らなかったよ。やばい、これやばって来ないで。そんじゃあここは上から行けっていうことだよね。そんでこの土管に入ると、入れませんね、あのメット戻ってくるんじゃないのか。そんなの来るわけがねえだろ。これは追いかけてやるぜ、こっちが。もう分かったよ、ここは上に行かないでいいんだ。下に寄っておいてこのまま右に進んでさ、この扉に入ると、そういうことだね。お前の仕業だったのか、バネ。あんなメットみたいな核兵器まで用意してきやがってよ。最初は仲間だったじゃないか。もうお前とは絶交だ、一生そこで閉じこもってる。絶対引っかかる予感しかしない。これで僕ら引っかかったら高評価をもらっていいですか。裏を読んでみたんだけどダメだったね。そんじゃあさ、ここ右の青ブロックがあるじゃん、あそこから多分飛んでいけっていうことだと思うんですよ。なんでこうするでしょ。で、次上に乗ってこっからジャンプ、これで先に進めるっていうことだね。下なんかあるぞ、バネがあるんじゃないのか。まずい予感がするな、ここ。
大丈夫ですか？え、なにこれ、来るの待っておけばいいだけじゃないの。死にたいけど思ったけど、なんかそんなのあるか、楽勝だって。一旦戻ってみる、一旦戻ってみたら何があるんだろうね。ブブーじゃないんだよ。はい、それじゃあここ隠しブロックがあったよね。この隠しブロックを出して多分右の陸地に行くんだよきっと。じゃあ行きますか。そしてここは P スイッチを押していいのか、一旦オンオフしてみる。オンオフはしない方がいいね。そして P スイッチを振ったらどうなる。いや合ってるよ、多分下が正解だね。いや違うんだって。そういえば僕思ったんだけど、いや違うんだっての、いや違うんだってって作れないかな。ちょっと意味わかんないんですけど。なんもない。それじゃあここ靴を手に入れれるか入れられないのかだよね。まず一旦クリーム倒して左に逃げてみよっか。うわ手に入れられないっぽいね。なんでここはそのまま右の土管に入っていきたいと思います。さあこっからどうなる。石親父の下に足場が見えるね。なんでオンしていい。そして右、さあここで無事にあの土管に入れば中間ポイントがゲットできるんじゃないんですかね。やっほー。ここサムネの場所じゃなかった、これ右に砲台が。いややっぱいるよね、なんかサムネこんな感じだったもんね。一旦上に行ってみようか。天国まで登ってしまったね。絶対ここ右に行くのが正解だと思うんだよね。一旦行ってみていい。そしたらなんかまずいぞ、これはガマ、嘘でしょ。頼むって隠しブロック、上に行かさして。ガマ発見しました。悔しい、ここで隠しブロックぐらい設置しないでくれよな。もう僕は頑張りそうなところに行かない、絶対に。それじゃあここは下か右か、右のとかこっちを信用しよう。下危ないよ。中間ポイントだし、今やり直してきたばっかなんだって。また戻すとかそんなんやめてくれよな。はい、それじゃあここは下に行けっていうことだったね。そんでここはなんだ、怪しいぞ、足場はないみたいだね。それじゃあ土管に入っていきたいと思います。さあ次は、いや絶対なんか出てくるよ。あのコインの場所信用してみる。頼む、まだじゃないわ、熱すぎ。そしてこのまま右に行けばいいっていう。いや今日は冴えてる。この下行っていいと思う。いやそういうのやめようか、もうカスカスのまま引っかかりまくってるもんね。ここはなんか砲台下がってるぞ、ここ怪しいんじゃないのか。ここに寄ってみたいと思います。熱、え今日うまくない。そしてこのままゴールまで行けるとかいうパターンあるかもしんないね。頼むって。でこれどっちに行けばいいの。これ針に当たればいいだけか。ただこの運が地味に難しいぞこれは。これどうすればいいの。一旦当たるでしょ、そしたらすぐ出てくるんだよねこのキノコが。え、どうしよう。あ、わかったわかった、一旦キノコを下にやっておいてこのまま当たればいいっていう感じで。そこまで難しくなかったね。ここは上に行ったらダメだったからこのまま下に行きたいと思います。チョロプー追ってこんよね。さあ落ちるがいい、奈落の底へ。そのまま一生戻ってくるなよ。それじゃあ土管に入っていきたいと思います。もうゴール近いんじゃない。何あのバネ、お前が一番なんなんだよ。絶対ゴール近いと思うよ。このトゲベッドをかぶって右か上かどっち行く。バネを信用しよっか。こっちに行きたいと思います。絶対こっちやってる、頼むってバネ邪魔しないで。ダメだ。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、10秒マリオ、食べるな危険マジックマッシュルームということで、説明文にですね、この毒キノコをカトニャンの食事に毎日少しずつ混ぜ込めばざっと100年ぐらいで倒れるな。そういうことはやめるんだ。誰だお前は。私の名はキノコ界の王マッシュキック。はい、すいません、今回笑いをこらえきれなくなってしまったんで。早速始めていきましょう。でね、これサムネを見る感じじゃさ、ドアの前に毒キノコがあるじゃん、あのドア入れんのかなって思うんですけどね。まあクリア率はめっちゃ低いっていうわけじゃないからそんなに難しくないと思います。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.99%。 まあ背景が夜スキンだったからさ、それがなんか関係してんじゃないのかな。
なるほどね、こういう感じで今日も面白いコースを選んでしまったね。この毒キノコが上に行った隙にドアに入れと、そういうことだと思うんですけど、無理じゃん絶対無理じゃんか、こんなの運ゲーじゃないの。そんじゃさ、この毒キノコギリギリまで近づいてドアに入れないか試してみるね。はい、ダメ。ちょっと難しくないかな、一つも扉入れないんだけど。頼むって、泣いてって、このポイズンダッシュが。そんじゃスタートした瞬間右にダッシュしてみるね。そしたら、いけないね、タイミングがバッチリすぎる。これね、タイミングさえつかめば簡単にいけると思うんだよね。マリオのいる位置からドアの位置まで6マスあるじゃん。そして右の扉もさ、扉の位置から右の扉の位置まで6マスあるんだよね。なんで絶対タイミングゲーだよこのコース。毒キノコがジャンプした瞬間に行ってみるね。タン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 、このタンのタイミング、ノーターン。そんじゃ次反対のタイミングで行ってみようか。タンタンのんのタイミングで行ってみる。タン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 、きたのタイミングだ。タン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 。いやでもいい線いってると思うよ。もうタイミングはバッチリだね、あとは任せてください。これはリズム天国だね。タン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 、きた、ほらのタイミング。タン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 、よし、あとなんと、あと2個もあんじゃねえか。タン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 、完全に時間忘れてた。いやでもこれでいけるよ、みんな見てて。タン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 、よっしゃ、最高のオフェンスの誕生だね。世界新記録出すよ。タン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 、もう喋んない方がいいかな、時間がないよね。タン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 、よっしゃ、あと1秒しかね。タン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 、頼む。あと1個だったじゃん、おっしゃ。もう喋んない方がいいよね、これ喋らんで、ちょっと集中してやってっていいかな。いいな、ゲーム実況者が喋んなくてどうする。僕は心の中でカウントを取りながらこのコースをクリアしていきたいと思います。みんな見てて、絶対にクリアしてみせるから。ていうか、なかなか本当にすごいんじゃないの。そんな甘くないですよね。まあ僕が黙ればこのコースを簡単にクリアできるっていうことを証明してみせたいと思います。タン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 、よっしゃ、あと2つ。タン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 、よっしゃ、あと1個、残り何秒、2秒。タン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 、頼む、何やってん、やったー。いやこれ本当に見た目の通り難しいね。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。